はい、それでは、オフ2日目関東来ておりますけれども、場所は千葉県浦安。今日はね、久しぶりにあるゲストのところに来ております。皆さん分かるでしょうか。まえたーまえたまえたー、お久しぶりです。お久しぶりですすごい気合入ってるわ。お久しぶりです、前田です。いやいやいや、来ましたよ。久しぶりだね、マジ久しぶりだね。いつぶりだ。マジ、あの最後のさ、どっちが先帰ったの。畑が先帰ったの。俺か。だから畑が帰る時の、あのあれじゃね、あの動画、あのハンバーグ食わした動画でいいや。あれ最後、あれが一応最後、ね、最後、ね、そう、あれが最後ありがとう前田みたいな。そうだ。いやもう何ヶ月ぶりですよ。変わったね、だいぶね。変わったかだいぶ変わったね。あんまり言われないけど、人ってこうも変わるかっていうぐらい変わってるけど、今は東京23、うん、で僕の怪我人だけど、怪我人中と、まあ、なかなか怪我で苦しんでる最中だね今。そうですね。でもこうやって久しぶりに会えて光栄ですよ。本当だよ。まあ今日はね、2人で日産スタジアムに行って、はい、横浜 F マリノス対、はい、FC 東京を見に行こうということで、ちょっと試合観戦の方に行っていきたいと思います。楽しんでいきましょうか。楽しんでいこう。前田給油中。なんか怪我してたらしい、手術したなんてね。ああ、ちょ、実はね、6月にね、6月にオペね、オペオペ、両膝両膝いった、両膝、古傷と新しい新規の、古傷と新規の傷をバランス取っちゃったの。バランス取ってみた。復帰の目処はまだ立たず、もう11月がそんなに。やばいよ、もう日々ストレスが溜まって本当に。いや辛いよなマジやばいよ本当に。俺らからサッカーとられたらマジ何もないから。いや俺は結構目標だよ、お前とその試合でやるみたいな。ね、本当だよね、知り合いと試合したよ。知り合いっていうかさ、大学のチームメイトとせっかくさやってる人いるから。俺たち試合中前田コールするからね。絶対やめろ絶対やめろ。それやめた方がいい、それやめた方がいい。審判に怒られちゃうのに、それはいいよって言われない。すいません、やめてください監督もびっくり。俺らの監督だったら下げられるね。もうぶち切れ1時間ぐらいここから。そうだね、1時間ちょっとだけ高速で、高速、うん、戦っていこう。はい、ぶっ飛ばしたよ。これが今噂の東京ゲートブリッジ。そんな噂にはなってない。ああ、なってないんだ、うん、なんかちょっとごめん、変なあれしちゃったわ、食いつき方しちゃった。綺麗だよ。綺麗だよ、めっちゃ綺麗。マジ綺麗。いいね。さあ、見えてきました、あちらが夢の日産。そんな名前だったっけ。あ、なんか結構大きくなったね。成長した。成長したわ。駐車場がない。キックオフまであと45分、果たして間に合うか。駐車場発見ということで、やっと駐車場見つけ、あ、すごいすごいすごい、ダンスしてる、見たことないダンスしてる。南米とかの方のダンス南米もっと多分リズム感あるか。あ、そうか、今ないか。俺ほんとチビリンピックぶりだから。あ、ね、日産は日産いつ来たんだろう。来たことあるかな。意外と初。いや、初ではない。とりあえず銀次マスみたいな、天津木村みたいな本当にいつか分かんない、マジマジ覚えてない。マジいつだろう。いつでもいいよ。まあいつでもいいよな、実際な。過去なんで振り返んない。過去なんで振り返んない。未来ばっかり見る。一番ダメなやつかもしれない。いや、これスタグルいけるこれ時間。最悪はちょっと満たせない。最悪ね。最悪道徳。あ、すいませんって言う、申し訳ないからだけできれば。じゃあ今日の注目プレーの俺やっぱロペス。アンデルソンね。コンサカリ。あ、誰だろうな。プレースタイル的にはディエゴだよ。ディエゴ・オリベイラ。ディエゴ・オリベイラね。面白そうだよ。前だと同じプレースタイル。違うでしょ。腰の真逆なんだ。何だっていう。先輩いるわ。長田さんでプレーされた。チームプレイヤー。チームプレイヤー。ドゥ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 。来たよ、来たよ、来たよ。スタグル行こうか、スタグル。何食べる？何食べる？今日はね、オフだからね、行っちゃうよ俺。ここまで足りないんだけど、うん、屋台ごとね。やばいやばい、始まる始まる始まってる多分。笑えない笑えない。ええ、まだ来たよ。なんかあります。
参ります。身内参ります。奥さん1参ります。おおおお。いや、あるね。あるね、これ。お互いにあるよ。周りのスペースだし。マイナスあるの。いや、でも、お人のカウンター一発もありそうなんで。まあまあまあ。しっかりと考えたほうがいい。欲しい人は、はい。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 さあ、続きましょう。どーん。行こう行こう。どーん。はいはい。はい。あげない。それじゃ選ばれ。ちっちゃいのばっかり。うわー。頑張れよ。おめでとう。うわ、マジか。一番楽しいの。めっちゃ眠そうじゃん。どうする？どっかある？はい、ということで観戦終了しました。いいゲーム見たね。いやー、いいゲームでしたね。最高のゲームでした。はい、素敵なゲームでしたよ。スコア以外は？いや、俺スコア必死だったからね。完璧だったよ。完璧だったね。見ちゃったね。これはね、自分さえ寝たりする。あ、すごい。あんまな聞けた。あんまな聞けた。シュウさんに寝たりする。深夜テンションになってきた。キーパーも良かったね。どうだった？キーパー的にはあのシュートが。いや、もう他止めてたしね、めちゃくちゃ。そうだね。あれはブラインドだし、ちょっとまあノーチャンスでは、うん、マジでいいシュート。ってことで帰りましょうか。帰っていきます。あらしゃん、ありがとうございます。はい、ということで、前田くんちで今日は泊まらせていただくということで、今日はもう寝たいと思います。この後枕投げ大会とかまあいろいろやるんですけど。下入りやんのか。だいぶ危ねえ。ちょっとお互いね、また地域リーグで頑張っていきたいと思います。頑張ろう。バディー。あらっしゃ。